よし、今回は2秒でさばいて有罪無罪っていうゲームで遊んでいこうと思うんだけど、なんかあまりにも似てるんだよね。昔こんな画面を見たことがある。なんだろう、俗に言うデジャブっていうやつなのかな。まあね、昔ね、海外で流行った天国か地獄っていうゲームで遊んだことがあるんですけど、いや、あまりにも似てますね、このゲーム。まああっちはなんかピノキオとかハリーポッターとか有名な作品をね、もうこんなことしないだろっていうぐらい侮辱してる作品だったんだけど、いや、これはちょっとなんか違うような匂いがしますね、私。結構ね、不謹慎ゲームなんじゃないかなとは内心思ってるけど、まあ楽しそうだからやっていこうか。もう不謹慎ゲームなんか死ぬほどやってるしね。キャラをタップしてスタート。まあこんな風になんか人の罪を見れるんだよ。まあ俺はエンマ様みたいな感じで、まあ例えば朝の電車で化粧、これは有罪無罪で、この人の罪を、まあ俺が有罪だと思ったら、まあ有罪の方に、まあ、やっていきましょうか。こんな風に、まあ朝の電車の化粧ぐらいだったら俺は無罪かな。で、その後どうなるのかっていうと、うんまい。朝は忙しいからな。なんだうんまいって。化粧の次は食事。アットホームな電車エンド。あー。いや、でもまあ、地獄に送るほどじゃないよね。俺判断間違ってないと思うわ。まあ朝の電車は確かに、まあ殺意はいろいろ湧くとは思うけど、まあそれでも許してやろうぜ。まあ堂々とハンバーガー食う精神はすごいと思う。あ、これ反対の結果見れんだね。まだ終わってないのに。現代の未完成モナリザエンド。おー。あんま上手くないね、正直。いや、あれか。有罪だから、さっきのおっさんに、お前化粧鬱陶しいぞと、放り出されちゃったわけか。いやまあそうだね、朝の化粧は良くないからね。おっと、来たね。夜な夜な患者と遊ぶ。これは有罪無罪。どっちだろこれ。正直、なんだろう、ダメだとは思う。ダメだとは思うんだけど、いや、ダメだな。いや、ダメだな。化粧プレイも悪くないわね。獄中で新しいプレイに目覚めるインマ。ああ、とうとう悪魔になっちゃったね。いや、でもいいよ。なんかこんなに、ね、性に直球な女性は、ま、幸せになると思いますよ。ま、捕まってますけど。いやー、すごいな。無罪のその後、みんなを癒してあげる。患者たちの最高のサービスをご提供してるわけか。なんだろう、葉っぱ体かな？葉っぱで隠れてんね。なるほど。なんだろう。なんだ、正直悪くねえんじゃねえかな、こいつって思ってきた。なんか病院の売り上げ貢献してんじゃねえかな、逆に考えるとね。プレゼントと、さあ、変態なのね。ブツブツ交換。これは有罪無罪。もう下着をね、交換するのは良くないですよ。本当に。これ犯罪ですからね、サンタさん。すごい笑顔だな。とんだ、変態野郎だな、このサンタ。運送業って辛いんじゃよ。一人ぼっちのルドルフエンド。もうサンタ捕まったんだな。トナカイ泣いてるぞ。もうすごい、トナカイがかわいそうなんだけど。まあそうだな。疲れたご主人が悪かったな。まあサンタも捕まるんだな。やっぱ364日、サボってるだけあるね。体力なまってんじゃないのかな。いい子にはサンタの過去もあげる。ベロベロベロ。ブレーキを失ったサンタエンド。まあどっちに転んでもトナカイは幸せになれない運命だったんだな。まあそうだな。俺が尊敬してる鋼の錬金術師のエドワード・エルリックも言ってたからな。10日交換って。プレゼントと女の子のリコーダーを10日交換しただけだもんな。悪くないと思う。こいつ悪くねえわ。よく考えると悪いですけど、10日交換しただけだもんな。またそっちですか。まあいいですよ。教頭ベッドで触診。あー、何を触診してるんですかね。検査する内容は何ですかね。私気になりますね。無罪有罪。でも正直、別にいいんじゃない、お互いの合意があれば。正直なんかサンタみたいな直球の犯罪だったらわかるんだけど、まあいいんじゃないかな。今日も教頭は大変電気ですわ。教頭専門ドクターでボーナスアップ。いやーでもいいことだ。悪くないよ。だってお互いがなんか合意の上やってんでしょ。まあ、なんだろうね。浮気だったら許されないことなんだけど、まあいいんじゃない。教頭私のこと守るって言ったじゃないですか。あー守ってくんなかったか。過激な遊びの末路。教頭は逃げちゃったわけね。あーでもなんだろう。これに関しては学校でやってるってことぐらいか。悪いことって言ったら。まあ家でやれって感じだな。それ以外別に悪くないと思っちゃうな、これは。油をそのまま川に捨てる。これは環境破壊ですね。女の子。まあ、なんかよくいそうだけどね。
いや、まあ有罪じゃない？普通にこれは私は片付けただけなんです。アホなギャルのスピンエンド、スピンエンド、あんますっぴん関係ないと思うけどね。洗い物終わり、もう帰ろ。犠牲者スタンバイ中。おお、遊戯王みたい。ジュエルスタンバイみたいな。こっち死ぬんだろうな。いやまあ確かにね、そう考えると良くないんだよな。今んとこなんかほとんど有罪だな。無罪になれるような子出してくんねえかな。俺悩みてえな、この子無罪かな有罪かなって。まあ有罪じゃない、大体もうまあ有罪じゃないって人ばっかなんだよね。もうなんかもうちょっとなんか無罪っぽい人出してほしいな。次は推しのゴミ収集。あー、ストーカーか。うん、まあ有罪じゃないまあ有罪だろう、どう考えても。これはマイキュン嫌だ、入らせて。出禁で失禁エンド。あー、なるほど、出禁にさせられちゃったわけか。まあ出禁で許してくれたことはいいことだったんじゃないかな。これ影なのかな、こいつの背中の汗なのかな。すごいなんか汗に見える。まあ関係ないな。まあそうだね、まあ捕まらなかっただけマシなんじゃないかな。俺たちって似た者同士だって確信したんだ。すごいね、脳内ハッピーだね。握手会で結婚まで考える、孤高の戦士の猛アタック。あー、まあ言っちゃったわけか。まあ暴走気味だねやっぱり。いやまあでも推しとかなんか本当に好きな人がいるとね、暴走しちゃうもんなのかな。まあ、しねえだろうな、大半暴走しねえんだから。これラストにしよっか。最新推しの男と付き合う。なるほど、ダメですね。いやダメだね。なんか無罪の女の、え、俺無罪って何人やった？ 2 人くらいなのかな。だいたい有罪じゃない？てか有罪一択じゃない？これ離婚するって言ったじゃない。愛人はただのおもちゃエンド。あー、そうね、まあ結局遊びだったってわけなんだな。まあそれに懲りたらねえ、浮気をするもんじゃないよってまあ教訓学べたんじゃない。男の方もなんか不幸になってほしいけどね。あの奥さんちょっとかわいそうだな。なんかバラされねえかな誰かに。奥さんはいつ帰ってくるの。妻のいない彼の家でスリルのプレイエンドか。まあ結局バレずに。うわ、奥さんの写真立て飾ってるよこれ。奥さんと旦那さんの寝室でしょ。うわ、これひどいね。これは有罪だわ。なんか基本有罪のやつしかいなくなかった？